まあ、でも今のところの有力情報でいうと、まあ、日本ハム近藤、はい、DeNA 嶺井、そしてオリックス伏見、はい、そんで、西武森、はい、で千賀かな、そうですね、メジャーね、メジャーで、うん、はい、っていうところがね、うん、FA しましたけども、はい、ね、SNS 上では西 FA せんやないかお前っていうようなことばかり言ってんじゃねえよっていうね。だって動画で、まあ、西投手はしますって言ってましたからね。ねえ、うん、でも FA したじゃん、うん、FA はしたじゃん。あ、行使したってことですか。うん、ただして残留したっていう。だから別に間違ってはない、 FA しますって言って、だから FA したじゃん。え、そういう意味じゃなく、皆さんに誤解を招く発言がありまして、どうもすいませんでしたいや、移籍するっていうなんかニュアンスだと思ってました。あ、そうなの、うん、ちょっとじゃあ大げさだったかもしれない俺。そうですか、うん、カープはやっぱり監督が変わったのが大きかったらしい。ああ、そうなんですか。うん、新井ちゃんにね、はい、うん、西川選手とか、うん、そう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 、そう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 、って言ったところでね、でもよ、うん、その今年は、はい、もっと FA しそうだと思ったね。もう、うん、なんかすごい激動の年になるんじゃないかと思った。浅村もね、はい、このチームで優勝したいから残留しますみたいな、ね、はい、ところだけど、はい、もう俺はもう、誰がどうとか出ないけど、はい、発するコメントはほぼほぼ俺は信用してないのね。え、本当ですか。だって言ってんじゃん、俺があの FA する人の、はい、タイプ、そのタイプね、うん、はい、だからどれかだからね。で、なった時によ、はい、そんなしないじゃん FA、はい、あのロッテの岡とかもね、しませんみたいなね、田村とか中村とかもしませんみたいなね、はい、で岩佐田もしませんみたいなね、はい、とか外崎もしませんみたいなね、外崎、うん、すごい長年の契約結びましたね。そう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 、うん、ってなった時によ、うん、え、全然しない、こんなにあったのにみたいな、はい、ってなった時に、うん、なぜ FA をやっぱりしないのかっていうね、うん、はい、今日そういう話です。今年のアーメンツでしかも C ランクとかもいて、うん、こんだけしない、はい、で少なって思わない、なんかもうちょっと動くのかなとは想像してたんですけど、うん、でも動かへんや全然、うん、はい、そう、なぜかっていう。へえ、なんでですか。考えないのもう飽きた、もう飽きた、もう飽きたもう飽きましたかうーん、ちょっと、ね、いや考えても、え、でもそれって毎年ものすごい FA がめちゃめちゃ動く年ってそんなあるわけじゃないじゃないですか、うん、だからいつもよ、いつも、いつもなんでそんな日本で FA が少ないのかっていう。やっぱチームに思い入れができちゃうから、うん、このチームで優勝したいってみんな思うんじゃないですか。来年こそリベンジとか、うん、でも入る時は行きたい球団あったのに。はい、でも佐藤さんも、俺はだって逆指名だから。あ、そうそうですけど、佐藤さんも FA 権を取ったけど、うん、このチームで優勝したいって思って優勝したか。でもまあまあ俺も多分その類いだね、はい、そう、理由付けとしては。あ、本当ですか、うん、あ、分かった。移籍して今のチームだったら大体出られるような人が FA 権で取るじゃないですか、うん、だから移籍してもしかしたら出られない可能性だって出てくる。そしたらやっぱ出られる今の方がいいんじゃないかと思うから。でも宣言残留も認めてくれてるチーム多いじゃん。宣言して他のチームの話も聞いてもやっぱりうちに戻りますとか、ロックとかも昔はダメだったけど今は宣言残留認めてくれるチームもあるから、別にして聞いてくるだけ聞いてきて、やっぱりあの出てきませんでもいいわけよ。だから西とかでも宣言してまで残留じゃんね。みんな使わないで残留してる人多いですね。ほぼほぼだよみんな。球団がいい条件、やっぱりこうすごい引き止めてる、頑張ってだんだん近づいてきた。あ、本当ですか。だから FA ってこうお金型とかもあるじゃないですか、うんうんうん、だからそのお金も増える、うん、出られるっていういい条件がもう揃ってるから。それも一つなんだけど、うん、でも外出たらもっといい条件かもしれないじゃん。でも聞きに行こうとはしないじゃん。まあそっか。だからね、これはもうね、うん、日本人たるゆえの、はい、もうアイデンティティが反映されすぎてんのよ。それと一つはやっぱ日本人でさ、うん、どっしり座ってみたいな。最近は変わってきてるけど、はい、古く言えば、うん、もう永久雇用みたいな、はい、終身みたいな、うん、とか、はい、ファンの人もそうだけど、うん、なんか出て行ったら裏切り者とか、うん、あと環境を変えないことの安心感とか、まあ、保守的ではありますよね。ちょっと島国的なやっぱアイデンティティがあるからそういう風な感情になりやすいっていうのと、うんうん、なんか新たな冒険するよりは、うん、まあ、ここでいい感じでいるんやから、まあ、ここでいっかみたいなね、はい、っていうところが、うん、なんかこの入ったところでみたいなね、はい、なんかあったらもう取り返しつかないっていうよりは、うん、っていう感じじゃん。でもあともう一つが自動 FA じゃないから、はい、FA 宣言しますって言わなきゃいけないんだよ、は
はい、でそうなってくると、うん、下はいいけど、うん、どこも来てなかったら、はい、来にくいじゃんね。だからもう宣言残留いいですよって言われてても、うん、宣言して他見た時に、うん、あ他いいとこなかったから出戻りしたいんやみたいなちょっと受かった見方する人もいるじゃん。ああ、なるほど。あとなんかもう出戻り感半端ないみたいな、うんうん、一回裏切ったねみたいなね。確かに一回言うことによってああFA 使っちゃうんだ言うんだっていうのファンはちょっとやっぱなるじゃんね。だからそこはなんかちょっと島国根性的なものがさ、あもう DNA 的に日本人には組み込まれてるのよ、はい、でも欧米人っていうのはどちらかというともうフランクにもう転職して、はい、もうビジネスだから割り切って、はい、でそれも周りも普通だしね、うん、だからいいところ行きますよと自分を高く売っていきますよみたいなね、うん、感じでもう割り切ってるのがこれが普通だけど、はい、日本人ってそういうのじゃないじゃん、でこれがもし自動 FA だったら普通にみんなが FA になるから、はい、いわばひょっとしたら岡とかでも、うんね、原島とか、うん、とかでも C ランクだから、はい、もう聞いて、はい、ブーって行きやすいじゃん、うん、で取る方としてもアメリカと違ってその年俸の何パーとか人的保障とかもあるから、はい、自分が B とか A だと取ってくれるのかな、うん、宣言して保証もあるし、はい、俺の能力で大丈夫なのかな、森みたいなんだったらさちょっとどこでも取ってくれるだろうけどさ、はい、って思うじゃんね、はい、でそうなるとやっぱ宣言しますっていうのがハードル高いで、でも、うん、しますっていうのが宣言このハードルすごい高いからしにくいの、まあ、まあすごい体力でしょうね、うん、そのして残るっていう意思があってもするっていう行為がすごい体力を使うことなんで、アナウンサーの中でも結構あるんですよ、うん、あのまだ会社には在籍してるけど違うもうちょっとこう大きい局の中途採用面接があるとか、でもやっぱりこう保守的なんで、うん、受けに行って受かるかわからない、うん、でも受けに行ったら行ったで噂は広まるから、うん、あの子受けたらしいよっていうのはなるんですよ、うん、だからもう受けもしないって人がやっぱ多いわけですよね、うん、受かったら受かったでまあ転職しますっていいんですけど、だからやっぱりその受けるっていうこと自体も結構ドキドキするというでしょ、その、はい、言う黙って生きるんだったらみんなやりたいよ、うんうん、ねけど出戻ってきても何回みたいなね、そう全員が全員か分かんないけども、うん、みんな隠れてやるわけじゃん、はい、こそっとね、うん、で見つかってからやめますっていうわけじゃん、ね、はい、うん、だからこのプロ野球界もやっぱね宣言しますっていうハードルが高いと思う、はい、よっぽどのことがない限り、うん、あの自動 FA にしたら、はい、もっと俺移籍すると思うんで、うん、